俺イラク戦争あった時25だったんだけど、なんで俺こんなラブホでうんこみたいなセックスしてるんだろうってすごい今思ってるんだけど。そうなんだ私の生きている生きる時間を誰かに奪われるためとかに生まれてきてるってことなんだろうなって。総務の石橋さんここにはいないんですけどね本当にその時に洗剤使わせてくれて、ヤシの実の無添加のでしたので本当にありがとうございました。私は幸せになるということはどんな人でもできることだと思います。そんなことはないですよ。いいえ、そんなことあります。